緑広がる大地、歩み導く並ぶ墓。巨大ではあるが恐るるに足らん。そんな強い相手じゃないよっていう感じ。4体目はシュッ。じゃあ行こうか。なんかこの天の声の紹介文からしたら3体目の方がこう怖いぜみたいなオーラを感じたけど、次はどこかな。こっちか、あっちか。白馬ってさ、すごい神秘的でかっこいいけどさ、黒いお馬さんもかっこいいね。ちょ、一回止まろうか。一回止まろう。ね、一回止まろう。あれだよね。なんかこういうのが要素とかだったような気がするんだけど。撃ち抜いた？あ、ちょちょ、ちゃうねん。あれ？これ私今。この三角の。何で撮るんだ？これ？あ、撮った。何を撮ったの？今私何を撮った？難しすぎる。今だ。いった。おー、なんか手に入れた。これに何の意味があるのかわからん。どっちだっけ？私どっちから来たっけ。あ、あっちが来か、あっちから来たんだよね。うん、だからこっち、こっちだね多分。トカゲとか取ってる場合じゃなかった？アグロ的には、アグロ的にはどう思う？なんか墓地とか言ってたからやっぱ暗い場所なのかね。こういうね、狭めのぐにゃぐにゃした道は走るのが大変。お、お、ここなんですね。あんまり墓地感ないけどね。は行けないかな。あ、こっち行けるんだ。何ですか。こっちか。お、すごい。ごめんよ。あ、これか。なんかぶら下がっててかっこいい。もうなんか背中のとこに弱点っぽいのあるね。光ってたね、今。ちょっとアグロじゃあ逃げてて。やっぱ、うん、光ってたもんな。アグロ逃げててくれ。どうやって攻めたらいいんだろうな。全体的にデコボコしてるから登りやすそうではあるけど、シンプルに登れるのかな。よっ、無理っぽい。やめて。天の声さん、ヒントを送れ。あ、あー、なんか背中のところがふさふさしてるからあそこから登れるんだろうけど、
ごめんね、アグロ。逃げてていいよ。逃げろっていうコマンドないのかな、アグロに対して。かわいそう、ヒヒンヒヒン言ってて。なんかあそこの高台、高台っていうか丘みたいになってるとこ使うのかな。まずマップの把握が大事だね。なんだろう、ここ。なんか、何？こっち見てる。十中八九なんかこのちょっとした迷路みたいな地下使うでしょ。どうすんだろう。なんか覗いてくんのかな。いやー、ズドンズドン言ってますけど。ズドンズドンされて、こっち行って、あそこにいるね。後ろに回ってきたけど。なんかこの瞬間が好きになってるとかそこな。あ、今か。あ、これで覗いてんだ。あ、今チャンスだったね。ここで存在をアピールして、で、裏に回ればいいんだ。うん、今ドシドシやってるから。うん、やめてー。こっち行って真後ろに回って、やめ、見つかんないように背中向けたから、これで近づいて、うんうん、さっきもこんな感じだったもんね。で、多分覗き込むと思うんだけど、うんうんうん、これね。来た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 。こういうことですね。で、もう背中にちょっと光ってる何かがもうムービーの時から見えてたから、あれだよね。やめて、やめて。聞いてない。うっ、いえ。あー、握力が限界だ。一回離して、
背中に手が届かない種族は大変だな。うーや、うーや、ワンダが見えない。うーや、あんまり、なんか硬いね。巨像が、巨像ダメージあんま食らってないな。あんま食らってない。もうここじゃないのか、弱点は。あ、あそこね。オッケー。あ、待って待って、あ、ふぅ、ヒュー、すごい。でも落ちにくそうな設計になってる、今回の巨像は。あ、ボタン間違えてた。三角押してたわ、四角なのに。なんか刺さないなと思ってたら、やっぱ食らうね。うー、おりゃ、うー、おりゃ、あと2発かな。次で最後だ。ごめんよ。よいしょ。歩み導く並ぶ墓。巨像、あの子のためなんだ。やっぱり女の子の吐息みたいなの聞こえるよね。影が4人になってる。やっぱこの影の正体が巨像というか、巨像が影なのか影が巨像なのか、どっちが先なのかわからないけど。お、アグロが、次の相手は